餌をまくとこがこの柵の中なんですけど、柵の中はね、日陰ですからね。今、日向に行って日向ぼっこしてる猿がいっぱいいるんで、あまり日陰には行きたくないかな。ね、ストーブがあるんで、ストーブの前とかに行くといいんですけど、やっぱそれよりも日向を猿は選ぶんですね。あ、すいません。結構ね、猿から皆さん触ろうとするんで気をつけてください。まあ、たとえ触ってみてもね、触り返さない。